に何を言ってるんだ。あなたは何を言ってるんだ。あなたの国のおかげで私たちは独立のきっかけを得たんだ。あなたたちの国に私たちは感謝しているんだ。帰って小泉さんをたしなめた。こういう国であります。例えば朝鮮半島、日本が併合するまで朝鮮半島の人々の識字率、つまり文字が分かる人は高々 6% が 7% だった。一方がひどいことをしたと言います。一方は何をしたんでしょう。鉄道を敷いてあげました。学校を作ってあげました。教育をしました。ハングルを使うように奨励しました。ハングルは日本人が進めたんですよ、伊藤博文が。そしてなんと彼らが日程三十何年という間に 67% の人たちが文字が読めるようになった。台湾も朝鮮半島も今韓国や台湾が急速に経済を伸ばせたのも、この教育やそういったインフラ整備を日本は持ち出す形で、赤字の形で自分たちの予算、国家予算を投入する形で彼らのためにやってあげた。そんな植民地帝国は日本以外一つもない。収奪するだけ、差別するだけ、こういったことが実際に行われてきたわけです。そういう中で私たちの国が今置かれているこの教育によって、戦後教育によって私たちの国がまるで私たちの祖先が大東亜戦争を戦った兵隊さんたちがまるで野蛮で恐ろしい、そういった人間たちであるからのように喧伝されて、そのままの印象が今残っているわけであります。私たちはこういった間違ったこと、事実は事実として私たちが引き受けられる、ごく当たり前の日本に元に戻していこう、そういった形が尖閣諸島を政府が腰抜けで守らなければ国民の手で守っていこう。だから私たちは11回にわたって尖閣諸島に石垣、宮古、与那国の漁師さんたちと共に漁業活動、これを行ってまいりました。上陸はそれまで一度もしませんでした。上陸することはすぐできた。しかし平時の時には尖閣諸島は石垣、先島諸島の漁師たちの生活の場である、このことを実行支配として行う。しかしこの間8月15日中国人たちが尖閣諸島大津島に上陸した、不法なことをやったんで、私たちは8月18日早朝尖閣諸島に上陸いたしました。そして尖閣諸島の灯台のあの鉄塔に日の丸を掲げました。私たちの仲間の一人は300メートルの山を駆け上って頂上付近の岩に日の丸を掲げました。不思議なことに14号15号の台風でそれは飛ばされました。しかしこの間共同通信の飛行機がその上空を飛んで撮影した時、尖閣諸島のあの大鶴島灯台の鉄塔に掲げられていた日の丸が再びしっかりと鉄塔に掲げられていた。誰がこれをやってくれたのか。その前日に、国有化されるという前日に海上保安庁財務省の役人が一時的に上陸したそうであります。その中のお一人が飛ばされそうになって紐でぶら下がっている日の丸を見て、尖閣の灯台の鉄塔に再び日の丸をくくりつけてくれた。
あるいは岩で飛ばされそうになっていた日の丸にもう一度岩のところに大きな日の丸をくくりつけていただいた。私たちはこれを追求すればいろんな問題が起きるから尖閣の島々の神々がこれをやっていただいたと、そういう言い方をしておりますが、心ある日本国民は今も多く日本全国各地にいて草の根が立ち上がる機会を、今こそ吉田松陰に言うところの草木屈起、草の根が立ち上がりこの国を変えていく、こういった時代が来たことを、それぞれの草の根の国民が一人一人自覚をし始めた。今 夕方の風にたなびく日の丸が皆さんにもご覧いただけると思います。私たちはいわゆる右翼では全くありません。私たちは草の根国民運動組織でございます。大企業からも宗教団体からも政治団体や組合からも一切一体一文金は受け取らない。皆様の寒波寄付だけで国民運動を行っている。自分たちの自前のお金を使っても日本というこの国を一歩でも二歩でも良い国にして子供たちに引き渡していきたい。誇りある日本を子供たちや孫に、誇れる日本を子供たちにつなげていきたい。年を取った時おじいちゃんやおばあちゃんは一生懸命とんでもない日本になり、なりかかっていた、滅びようとしていた日本をなんとか救おうと少し汗を流したんだよ、少し涙を流した時もあったんだよ、その時は血を流す覚悟もあったんだよ、こういうことを孫や子供たちに言えるような、そういった日本に少しでも良くして次の世代に引き継いでいかなければならない、そんな思いで私たち草の根国民運動組織頑張れ日本全国合同委員会は立ち上がりました。私たちは日の丸を掲げます。誇りを持って掲げます。私たちの国の世界で最も美しい国の旗、日の丸を誇りを持って掲げます。こういうものを持って右翼がやっているこういうことを思わないでいただきたい。一人一人が今何の得にもならない、それこそユニクロのように、ユニクロのように金さえ儲かれば尖閣諸島は中国の領土だ、そんなものを張り紙をするような企業とは全く違う、そういう日本国民としての誇りを持った正々堂々の国民運動を展開しようという形で今日も街頭演説会を行っております。どうか皆さん共に立ち上がりましょう。一人一人ができることをできるだけで結構です。自分にできることは小さいことがわからない、それでも結構です。手紙を書くことも結構、電話をすることも結構、また私たちが22日行う中国大使館を包囲抗議デモに加わっていただくことも結構でございます。ぜひ皆さん自分にできること、私たちが生まれて育った国に何ができるか、何をしてもらうかだけではなくて、年金をいくらもらえるかだけではなくて、私たち一人一人が私たちの祖国に何ができるかをもう一回考える時期が残念ながら来てしまった。能天気に話し合えばいい、外交で頑張れ、こんな欺瞞と嘘は通ずる時代は通じなくなった、そういう時代になったわけであります。もう偽善と欺瞞はやめましょう。自分の臆病を話し合いだ平和だという言葉でごまかすのはやめましょう。そんなことをしている間に侵略者たちは着々と北方領土を奪い、竹島を奪い、そして今尖閣諸島を奪い取ろうと
を次の世代から、なんという臆病者の世代だと非難されても仕方がない。私たちはアジアの独立や人種差別の撤廃のために、欧米の帝国主義国相手に、白人世界を相手に、36カ国を相手に立ち上がって戦った。残念ながら武力では負けたが、掲げた理念はアジア各国の独立へとつながっていった。そういう誇りある世界最古の歴史と伝統と文化を持つ国であります。その国民であります、末裔であります。どうか誇りを持ってこの中国の侵略行為、これに一人一人が立ち上がっていただきたい、そういうことを訴えたいと考えます。今日はこちらに大変多くの愛国者が駆けつけていただきました。特に私よりも元気な方をご紹介したいと思います。